皆さんこんにちは、さとこです。今日は以前も去年ですねご紹介したペンテルの筆立ちサインペンなんですが、この5色ですね、これが、この6色が以前ご紹介したやつなんですけど、これが日本で新発売された時に、実は海外ではあと6色ですね、違う色が販売されていて、その6色のうち5色がロフトさんで今やっているペン覧会というのがあるんですが、そこで限定発売をされていまして、もうこれ海外で販売され始めた時からずっと欲しいなと思っていて、やっと今回このペン覧会のおかげで手に入れることができましたので、その時日本で販売された、去年販売された新しい6色と一緒にちょっとですね、新しい色をご紹介していこうと思います。で、新しい色に関してはこの名前の横にポチッとドットをつけていきます。で、ドットがついていないのが以前もご紹介している去年発売された筆タッチの新色ですね。で、今回はちょっと色味を合わせたかったので全部混ぜながらお届けをしていきますが、やっぱりねいい色ですよね。しかもなんかこうやって並べるとグラデーションになっててますます可愛いと思って、このライトグリーンの次、このペールブルーですね、これも海外色になります。このブルーバイオレットもそうですね。で、次がこのピンクパープル、これも海外仕様色になってます。で、ここからの3色は去年発売されているものの色ですね。バーガンディ、ペールピンク、これも可愛いですよね。あとライトグレー。で、最後にペールブラウン、こちらが海外仕様色の最後5本目になります。もうね、やっぱりどれも可愛いですよね。なんで日本でね、他の色と一緒に販売しないんだってずっと思ってるんですけど、改めて見てもすごい可愛い色です。で、あんまり何も考えず描き始めたので、ちょっと下の方が余ってしまったので、下に全ての色を使ってストライプ柄を描いてみました。で、ちなみに、ロフトさんのペン覧会は4月28日まで全国のロフト店舗と、あとオンラインでやっているそうで、オンラインでも販売しているんですけど、もう私が見た時にはすでに完売をしていて、このペンテルさんの海外仕様色、そのうちもしかしたら再入荷とかあるかもしれないんですけど、店舗に行かれるのが確実だとは思います。こんな感じで全11色ですね、今回の海外仕様色を含めて全11色をお届けしました。で、せっかくなのでちょっとこのペンテルさんの筆タッチを使ってプラスボールペンで描く簡単なお花を11種類ですねお届けできればと思います。で、最初に描く5つですね、こちらが海外限定色を使用したものになりますが、もう筆タッチサインペンね、今回ご紹介してるやつはもうどれもすごい綺麗な色合いなので、どの色でどのお花を描いてもとっても可愛いと思います。では、このまま11種類ですね、どんどん書いていきたいと思います。ぜひ参考にしていただいて、手帳とかに書いていただければなというふうに思います。
これで全部で11種類のお花が描き終わりました。ちょっとせっかくなので最後に空いたスペースにフローラルドゥーズルズドゥードゥルズ言えなかったですね、フローラルドゥードゥルズと書いて、全然何も考えてなく書き始めたんですが、ちょうど右のページと左のページ同じだけ下が余ったので同じように下にストライプを書いてます。で、先ほどもお伝えしたんですが、この海外5色ですね、ピンクパープル、ライトグリーン、ブルーバイオレット、ペールブラウン、あとはペールブルーですね、本当に人気なので、私も3店舗回ったんですけど1店舗しかなかったので、ロフトさんに行かれる前に在庫も確認した方がいいかなと思います。今回は去年発売されたペンテルの筆立ちサインペン6色プラス、今ロフトさんで販売している海外使用色の筆立ちサインペン5色計11色をご紹介させていただきました。少しでもご参考になると嬉しいです。本日もご覧いただきありがとうございました。もしよろしければこの動画のいいねとチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。